誰が書いたかわからないこの物語。明日会えたらあの日のように、ペロを蘇らせる代わりにこの世界から太陽をいただくよ。何これ。地球上に存在する全ての生命とペローという一つの命、このどちらかを選べと言ってるのよね。またペローに会えますか。なんで今まで黙ってたの。会えるわけがないだろう。ただいま。明日会えたら、私は知っていた。この物語を書いたのは笑ってよ。